現地調査私も直接行ったりなんかしたけどもまずそこで一番強い商社に道案内させてチリだったら伊藤忠とかね三菱商事だとか現地に30年とかいる人がいるんだよそこの政府とは日本政府よりもよく知っているい、ね、中国に行ったのね当時伊藤忠さんにお世話になったんだけど万里の頂上に行くのにノンストップなの信号も全然止まらないの、えー、なんならパトカー先導させましょうかえー だって共産党の車なもんみんなピッてなって <laughs>、ね、普段だったら見もしないくせにピュアといて<笑><笑>万里の政治もってめっちゃ良かったみな <laughs> さんこんにちは政経伝論 TV をお届けします私は司会進行を務めます富井アナウンサーの慎吾智恵と申しますどうぞよろしくお願いします この成経伝論 TV は、ウェブメディア成経伝論編集長の佐藤隆則さんと、大王製紙元会長の井川元孝さんが、ビジネスニュースの表と裏について、ひたすら言いたいことを言う番組です。過激な話もどんどん飛び出しますので、まあ、私としてはいつもリアクションに困ることもありますけれども、<laughs> 三徳さん、もったかさん、今日もどうぞよろしくお願いします。 さて本日取り上げるのは、まあ、相次いで過去最高益を記録しているという総合商社についてなんですが孫徳さん今日はどうして総合商社なんでしょうか小川さんが「っっっててて何やってんのって聞いたから <laughs> 小,川さん小川さんって誰?」ってなってるかもしれないですけどはい、はい、こ,このオーいや本当にそれくらいのノリでこれやってるんで<え>、まあ、あとは2022年かな世界的な、まあ、著名な。 あの投資家バクシャ・ハザーウェイのウォーレン・バフェットが英語大商社の株を買いますというニュースが流れてまあそれで俺が知ってるぐらいから850円とかまあ1,300円ぐらいだったら例えば三井物産がで今日で5,500円ぐらいの株がついてるっていうので世界的にもようやくこう注目をされたから株,株式投資をしてる方も見てらっしゃるらしいのでちょっと。 え、解説してみようかなっていうふうに思った。それとさ、はい。ちょっとごめん。あの、言わなきゃいけない。言わなきゃいけない。<お>俺の、俺のことで。はい、はい、あのね、商社っ,って、はい、そもそも昔は、あの、トレード、トレードをしていて、トレードっていうのは、要は、公選稼ぎ。あの、こっちから右から左に抜いて、えー、まあ、物をお売って、手数料稼いでた。はい、そこからどんどんどん、んこう、変、変遷していくんだけど、大体いい代理店とか、その、そういうビジネスってもうダメになってきてるのよ。うん、うん。で、 何が言いたいかっていうと、うん、俺がやってる、えー、旅行代理店俺がやってるとか俺が頼まれてどうしても頼まれて旅行代理店を始めたんだけど、はい、なんかコロナ禍とかですげえ大変になって、ね、それもなくても大変なんだよ、えーはい、ねケチョンケチョンに人の経営のことを言うくせに自分は経営できないわけ <laughs> まあ評論家にありがちな話だよね学者にはできないとかそういうだからこれは仕方ない,、はいい,いね、でも人のことは言うんだけど。はい <laughs> ということで、はい、あのー、俺がやっているナンバーワントラベルという会社があってええー、あのー、そこのお旅行後でテロップとか確かに、ねはい、HIS もなんか同じ子会社持ってるんでちょっと違う会社だから間違いない、うん、あっちの方がでかいんでで、えー、そこで10万円の旅行を注文してくれた人、うん、これ10月9月23日に放映だから、えー、それを見て、えー、そこのまあ メールでも電話でもしてくれた方の中から抽選で1名の人に10月十5日の撮影の時1人1名と招待をする招待しても言っあのそもそもリハバが10パーしかないんだからさ誰もがだからどうしようとんかねもったかさんのファンとか来そうだからさまあとりあえず1名しますんですいません。じゃあ ナンバーワントラブよろしくお願いします。んここかということで勝者をやりますいきなり勝者です。わかりましたということでよろしくお願いします。でねごめんごめん。で俺昨日昨日ね一昨日か寝る前にアップデートしたのこれをね勝手にほらよく出るじゃん。ありますねで俺自分のメールにこうやってメモをしてるのこの間丸紅さんとかあの。 三菱商事さんに行っていろいろ取材とかもしてきて、えー、わーってメモしたのアップデートしたら全部消えて本当ですか、うん、でモッタガさんによろしくってこうやってツイッターでこうあったらモッタガさんも俺はそんなに詳しくねえってこう来て <laughs> どうしようみたいな感じですけどよろしくお願いします。<laughs> 聞いたこと覚えてねええのかよ <laughs> 覚えてる <laughs> じゃあ大丈夫でもねちょっとねそういう目も消えちゃうと怖いですよねなんかね分かりましたそれではまずあの業績から整理をしておきたいと思います2023年3月期決算では商社大手8社のうち7社が過去最,高域を更新最終利益では三菱商事と三井物産が商社で初めて1兆円を上回るなど記録的な成長を遂げています ロシアのウクライナ侵攻による世界的なエネルギー・資源価格の高騰や円安などが大きく収益を押し上げたとみられています。一方で、2024年3月期の見通しでは、市況のピークアウトを受けて全社が減益を予想。資源価格のバブルが崩壊した後、各社がどのように収益を伸ばしていくのか、今後の動きに注目が集まっています。 ということで、あの三菱商事と三井物産創業以来初めて純利益1兆円を超えるということで、これはやっぱり大きな影響っていうのは資源価格の高騰。まあ簡単に言ったらそうだね。うん,うん、そうなんですね。はい、間違いなく。これ1兆円ってすごいですね。すごいですよ。初めてっていう、うん。多分4社ぐらいしかいないんじゃない？はあ、日本で今。あ、そうですか、うん。トヨタ、商事、あとどこだっけ？ちょんちょんみたいな感じ。<laughs> まあ物産は今回1兆円行ったのかなそんで伊藤忠お前に行ったんじゃなかったけまだ行ってないんだない。まだ行ってないんだ伊藤忠だけ最高益更新してないんだじゃあのしてないじゃ勝者じゃなくて敗者だね言うとあのね政経伝論はねはね三菱商事さんと伊藤忠商事さんと丸紅さんには俺はお世話になってるから茂高さんが言うのは全然あれだけど俺はちゃ言わないんで。 ああお世話になってるということってことですか俺もあのその辺は忖度しますよこ <laughs> ロっとしますよ忖度じゃなくて忖度になってる,ってる <laughs> ちょっとダジャレがどんどんありますけど墨田昌司さんと武蔵、はい、さ,さん昔お付き合いあったまあ両方もあったけど、うん、最近お世話別に世間伝論としてお世話になってないから全然別に言いたいことは言いますよ、はい、でもあんまり、うん、その <laughs> するようなことはあんまりないかな。ちなみにそのお世話になるっていうのはどういう感じで,どういうで、創業以来いろいろと助けてくれくださってんですょ。<ー>うちのその政経内容というメディアを応援してくださって。はい、あ、そうなんですね。ありがとうございます。簡単に言うと <laughs> 広告出してくれてるっていうことですよ。<laughs> なるほど、なるほど。あのまあその過去のねその決算を見ますと、2020年の3月期三菱商事の当期純利益が5,354億円ということで、この2年の間に。 こんなに成長するのかっというか、はい、まあ多分あのご、ー、本人たちも、まあ、でこうやって言っちゃうとで,き、まあ、できすぎというか、はい、いうふうに思っているんじゃないかなっていうふうにはま,まあその上場企業だから当然、うん、利益の極大化を目指さなきゃいけないんだけれども、うん、まあ そのコロナ禍において、うんえー、ウクライナ戦争があり何があり、うん、逆にその資源の価格が高騰しているので、うん、その権益を持っているそれは特に三菱商事三井物産は一番大きいんだけれども、うん、そこが特に三井物産はそ,れあのそこに LNG 石油にかなり比率が大きいからこのボラティリティは高くなるとは思うけどね。 でもやっぱりこのコロナ禍って大変だったんじゃないかなって思うんですけど、それすらもこう乗り越えられるんです、ね。乗り越えるというか、要ははずっとあの解説をするけど、はい、その先に小川さんが言ったのもあるけれども、えっ、うん、と。 何やっっててるうねないさんも全然分か,分かんなくてあのー、これをやるってなった時にまあいろいろこう自分でもまあ勉強してみようかなと思ってこう調べると当たり前なんですけど自分に身近なものをもちろん取り扱ってるっていうところもあるのに全くその勝者というものに興味を持って の目を向けたことがなかったっていうところもあって、であまりにいろんなものを扱っているっていうところで、勝者って一体何なんだろうみたいなところがますます疑問が深まっちゃったっていうところがあります。あさっきも言ったけど、もともとそのトレーディングって、うんえー、言ってこちらのものをこちらに下ろして、えー、中をまあ取り持つというか。はい をしてていいたのががだだんだんだん,だんいろんな変遷があって今は投資事業もやりえコンサルティングもやりえまあ全部をまとめてやるんだけれどもコンサルティングをし事業会社も経営しということをやってるポートフォリオが大きすぎるので別にまあポートフォリオを組んでるからこっちがダメでもこっちはいいってなるので全体としては多分そんなに あの痛まなないこっっちがにたら多分こっちが良くなる今言ったみたいに景気悪くなっても資源は高騰するから資源でもうけられると逆,逆も起きるのでもうあまりにも多いんで<ー>歴史的に見て三菱商事だとか三井物産といったような、はいまあ、旧財閥系の企業っていうのは、うん、明治維新以降あの財閥が。 あの発展していく中で例えば海外からあの機械だとか設備をその三菱グループがじゃあ例えば三菱重工が、えー、その機械を作るためのマザーマシン工作機械は当時の日本の技術力では作れないから。 じゃあ例えばドイツから輸入してくるとか言った時に向こうで情報を集めてこれをじゃあ輸入してっていうことで持ってくるというるに財閥の,、まああの海外向けの窓口あるいは逆に日本から何かを製品を輸出しようっていう時に、まあ、三菱グループが作った製品を海外に持っていこうって言った時に使うっていうようなことから始まってるわけです。だから例えば三菱商事なんていうのは、まあ、三菱グループの中では三菱ってつけずにですね商事商事とこういうんだけど商事物産っていう言い方三井の方は物産って言い方するんだけど英語名 が三菱商事は三菱コーポレーションだからね。<ー>もうだから略称は MC なわけなんでね。だからあの三菱トレードトレーディングカンパニーじゃないわけよ。まあ、ねうん、海外に対して三菱グループを代表して動いてただから今でもあの三菱あれ何何木曜会だっけ三菱って。金曜会。金曜会か。<laughs> 二目会が三菱で。金曜会が三菱、うん。だからその金曜会で特別な地位を占めてるのが商事と銀行と。重興。重興。<戸> ね、あのやっぱり格が違うっていう同じ三菱グループで。まあまあ話を商社に戻すと、まあそういった中で、ええー。丸紅とか伊藤忠、丸紅と伊藤忠ってもともと同じ同梱だったんだけど、えー、伊藤忠兵衛さんが初代伊藤忠兵衛さんが作って。まああのあれですよ、大江商人なんでね。<ー>ね、まあそのあたりで、特にまあ繊維系の商社ですね。うん、だから、あの今でこそ総合商社っていうことになってるけど。まあかつてはその重大商社って言われた中で、まあ三菱 三菱あとはまあ住友入るか、まあ、いわゆる本当の総合商社戦前からあもちろん伊藤忠丸々も戦前から商売やってるわけだけれども、うん、基本は繊維問屋だよね繊維問屋とはまだ言わないけど、うんまあ、だから、まあ、あのもたかさんが全部言ってくれちゃったから、はい、もう俺も解説しなくてそうあのまあ 三井三菱に関してはちょっと糸編ではないんだけれども基本みんな糸編なんでその重大商社っていうのは三菱商事、えー、三井物産、えー、住友伊藤忠商事、えー、住友商事丸紅、うん、そこに下に日商祝いがあって松金松豪商に東面日面勝俣はごめんね東面日面安達賀産業が潰れたあ伊藤忠に九州合併されたんでそれと豊田通商があって。 えそれで何個個個った9個10個まあい,いや思い出したら全,全部言うえ、えー、があってそれがっっていう風になったのよそのよそ日照祝いまでは6台とかっていうんだけど <laughs> 日照祝い当面日面っていうのは東洋綿花日本綿花っていう綿花の会社いわばその木糸とかを卸して当時もこうボラティリティがやっぱり高いから価格が跳ね上がったりするのでそれを商社機能でその先物取引とかをしながら。 で繊維からだんだんかららだだんん軽工工業業重になるでそれが産業革命につながっていくんだけど <laughs> そういうその日本のもうそもそも国策を担うっていうか、はい、一番最初の総合商社は三井物産だからね、はい、三井物産っていうのはその創業に井上薫があの絡んでるぐらいだから、はい、井上薫っていうのは五、うん、代、えー、外務大臣まあ初代外務大臣としては初代なんだけどね。の要は政治家が絡んでるぐらい まあ昔は政治家がそれから渋沢栄一とかがいろいろ企業を作って国を発展するためにそういうものを作ってえまあ日本は資源のない国だからやっぱり輸入して加工しなきゃいけないからということで。のっていうのはねあれ 足尾銅山にも絡んでくるしお金の大好きな、まあまあ、日本のね汚職政治家の元祖みたいな人間だから <laughs> ビジネスにいろいろ絡んでくるのよ。そう基本あの人いっぱいビジネスやってその長州藩であの伊藤博文から壊れて、まあ、政治家に戻,戻るんだけどね、うん、いろんな会社の設立とかに携わってもたらされてたとおり多分そうなんだろうなすごいお金が大好き。 あの総合商社って日本にしかなない業態なんですかあのねそもそも一番最初の株式会社って東インド会社ってことるでしょあ,、はい、あれは商社ね、うん、貿易会社だから<ー>だから要はトレードをするっていうことがこういう商業という意味でで日本にしかなくはないんだけれども、えー 基本日本日にしかももううこここまでのいでいところはもうないい今言ったみたいに国の成り立ちとか資源のない国で島国だとかっていうことによって一番最初に三井物産ができて三菱商事ができてっていう歴史を考えると、うん、やっぱりその国をを担うみたたいな商売をずっとしてきたんで,すよんで他にもあるんだよポスコとかその韓国でも作ろうとしたんだけど<ー>こんな大きくはやっぱりなれないその歴史が違うし。 だってなんでこんなに大きいかっ前、まあ、ね、うん、政治との関わりっていうか政治その,もそのものというか日本が、えー、例えばその外務省でも政治家でもてリーチできないようなところにでさえ根ざしていってそこの,あの政府とかともちゃんとこそのコネクトをしていて<ー>商売ができている国も歴史があるから全然違う無理だよ他の国はできないと思う強いですねそんなその政治家とかでもだから情報も持っているし いろん戦前もある意味そうだけど戦後はあの貿易立国でね、はい、当然海外にあとまあ実際に現地生産しようなんていうことになった場合にやっぱり情報は例えば大王政治でもあのどっかの国にせ、えーまあえー、植林しようだとかあ,<ー>あるいはそこから資源を、まあ、石炭だとかねあの木材チップを輸入しようってなって現地調査私も直接行ったりなんかしたけどもまずそこで一番強い商社に 道案内さその本当の意味の道案内まで含めてその国のカントリーリスクの問題だとか経済の実態だとかまあもちろん行く前にその国についての本あったらね当然チリならチリについての経済文化そういったも読むけれども実際には向こう行ったらチリのま,あまず日本大使館に一応表敬訪問と大使と晩飯ぐらい食ってざらっと聞くとでもそれよりは実際にはあのチリだったら伊藤忠とかね三菱商事だとかっていう方の現方の,の社長に、えー 訪問して半日ぐらい話を聞くだとかで最後にまあ、えー、一応当時で言えば東京銀行世界中にいわゆる日本であの唯一の、えー、かつては唯一の、えーまあ、外為銀行だったから横浜商品銀行だね,だそうね、うん、世界中に支店持ってるんで一応そこ行ってとまあ3つぐらいの、えー、情報ソースから。 え収集するっていうのがね、うん、あのそのうちの一つが商社だったわけですよ世界中どこでも昭和40年代はラーメンからミサイルまでって言われてた、ね、今でもねもうそうやって言われるもんねちなみに全然関係ないけど、うん、その東京銀行あのバンク・オブ・東京、はいえー、今三菱銀行が吸収合併しちゃったけど、えー、海外ではまだバンク・オブ・東京でやっ,てやってないかな要は海外ではもう三菱は。 三菱コーポはあれだけど銀行としては東京銀行の方がもう全然格が横浜衝撃銀行を元にしているから<ー>三菱はうまくって海外ではバンク・オブ・東京の通りがいいからそっちでやるね三菱銀行で銀行としてはそんなに世界ではなかったからね<ー>今はあのすごいあの大きくなったけれども<ー>まこれは全然商社とは関係ないけどなので今本田さんが言ったみたいに、うん、三菱コーポレーションで商社っていうのは営薬もないから商社団で。おー ローマ字でギリギリトレーディングハウスだけども、まあ、トレーディングだけじゃないからね総合商社となるとねやっぱりさっきの話で言うと、まあ、戦前そういうとこから始まったとで戦後あの一時はね例えばあの当時の昭和30年代40年代の大王製紙なんてやっぱりあの金のない会社は商社金融っていうのをねやってたわけ。例えば 200億円の、えー、製紙機械の投資をしようっていう時にもともと製紙会社っていうのは借金が多い会社だしそうなると銀行はねやっぱりここまでですねとかね、まあ、あので担保当然工場財団の担保を入れるわけだけれども、えー、当然あの上位の順位じゃないと。 担保みんな工場財団っていうのはひっくるめてやるんだかでこの椅子はあの何々銀行このテーブルは別の銀行っていうような担保のやり方じゃなくて全部ひっくるめて工場財団っていう形で、うん、トータルでいくらの、えー、例えば既存の設備で2,000億の値打ちがあるってなったらそこまで、まあ、2,000億でまで入りましょうと。でまあメインバンクなんかがとか、まあ、上位の銀行が同率で1位にこう入ってて。 で商社はねその時にまあ自分がビジネスやりたいもんだから下の方で書いて入ってくれるわけよ<ー>一応担保なしでは入んないんだけどじゃあ新たに200億円を借り入れしようってなった時にあの商社だと、えーまあ、その工場財団の担保権の順位をもう書いていいですと。でやってで商社がその200億円をただ設備を買うあのお金をね 準備してくれるわけ<ー>でまあ金利は当然払うんだけど<ー>でじゃあ商社は何のメリットかって、うん、そこからいわゆる商社金融っていうのはその代わりこの設備をじゃあ三菱重工から購入するときには<ー>えっとうちを通してくださいねってそこで何パーか光線取るしでこの設備で使う原料はうちを通してもらえますかあるいは売る、えー、商品はうちを通してもらえますかっていうような。 形で、あの、金利にプラスアルファのビジネス、しかも彼らから見たら売上高が上がるしね。あ<ー>まあ、そういったことをやってたとか、昭和三十年代、四十年代、あ,あの、まだまだ日本が、その、各社、事業会社は、えー、金融が苦しかった頃、うん、金を借り、今みたいに。多分ね、今の人には想像つかないと思うね、当時はね。売ったお金の手形の、落とす日、手形の落ちる日に、向こう行ったら、半日ぐらい嫌がらせでね、そこの、あ。 ま、あの待っててていや「座るとこないんですあそこにあるやろ」っつってゴミ箱ひっくり返してねだからね,、えー、ね座っとけっつってねいやもうねそのぐらいまあ何、えー、て言うのか経理の担当っていうのは<ー>金をできるだけ払わないことがあのもう成績だったって事態があるんでねこれそれこそ日照祝いのね当時のね武士本部長からね聞い,たあの聞いた話「いやひどいですよ」って昭和40年代まではっつってね。 代金の手形持って行っててそもそもその日に関わんかったらそっち手形落ちんかったものになるやろっていうのに振りかけのね <laughs> 払ってくれないんですよねなんていう話なねで、ね、<laughs> そこ座っとけっつってね <laughs> まあそんな時代だか金詰まりの時代に、まあ、商社はそれでも信用があったし <laughs> あの、まあ、商社が銀行から借りてそっから、えー、事業会社にその設備資金を融資する商社金融ですね。 でそれで高専商売につなげるっていうやり方、まあ、その頃がまが典型的な戦後の高度成長期のあれかなで今はそういっでそれで例えばじゃあ大王製紙が地理で植林するってなったらそのうちの、まあ、こちらも情報も必要だしリスクヘッジでじゃあ大王の場合だったら当時は20%を伊藤忠に出資させてっていうような形でやってたんだけれども今はそういったいわゆるあのー なんてあれ何,何投資っていうんだっけなああいうふうに部分的にこのお付き合いで投資するみたいな出資するって何とか出資って言ってたよね忘れちゃったで今はそうじゃなくて例えば伊藤忠のファミマだとかね三菱のローソンみたいにもう自分が実際にそこの経営するためのとマジョリティでもう入るとあの要するに経営権を、えー、取ってそこでやっていくっていう方針に今変わってるよね 前、まあね、ちょっとねセブンイレブンの時にも話したけど、はい、そのセブンイレブンを、まあ、見つけてきたのはそれこそだから伊藤忠の瀬島隆三さん業務部だったでそれをあのー、まあ大学の中内さんのところ行ったら中内さんが興味ないで伊藤正人さんのところ行ったらまあ俺も興味ないけどじゃあうちの鈴木にやわせようってうん、うん、鈴木敏文さんがセブンイレブンをやったっていう話で今の多分その勝者だったらそれをじゃあうちもえー えー、大株主として入るから。でもあの当時は、あの、い1円も入んなくて、そのトレードだけをさせてもらった。ね。<ー>まあその後、サウスランドが潰れた後に、伊藤地は40億入れるけど、うん、でも、しょ、しその、その、そのぐらいなわけよ。で、結局、と、まあ、トレードっていうか、まあ、川中ってね、川上。 えー、一番その権益を持ってる川上、はい、川中川下も消費者に、の川中だけをやってたのが、まあ基本ね、はい、その商社だったのが、商社冬の時代というふうに言われて、だん,だん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 みんな直取りをしたり、今言った中抜きはいらないだろうみたいな流れになってきて、うんうん、自分たちが今まで公線を稼いでいた、手数料を稼いでいたそれではやっていけない。だから、昔の売上を見ると、今、会計基準が違うからだけど、うん、えっと、20兆の売上とかあるわけね。全部だって、うん では機械とかの売り上げが全部商社の売り上げに入るから。今はそれがあの光線のみしか入らなくなって、解決基準変わったけど。二十兆円の売り上げで利益三百億とか、そんなもんだから。一千<ー>億を超えるのに、だって十年ぐらい前でしょ。はい、それぐらいまでもう一千億も超えてないんだよ。そもそも。だからよく言ってる、まあこの間も言ったけど、ほら。あの商社、商社もそう、あのだいたいメーカーと比較するときには、売り上げ十で割ったぐらいで、ちょうど。うそ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 う。 まあだからアラリテンパーぐらいしかないのを、うん、だから同じ売り上げこのでっかい社の三菱重工のあの百億のきをとりあえず自分たちが買ってきてこっちに降ろすんだけどそれも勝者の売り上げに入ってた売り上げだけバカでかくてもう利益利益が異様に少ないのが勝者だったのよだからそういう意味でバフェットが入ってくるまでは PBR とかが異様に低いのね PBR ってのは解散買ってね零点四倍とか零点五倍ぐらいでず ずっと放置されるで配当に出すしかないんで<ー>、えー、配当金だけは高かった、利回りだけは高かったんだけど、でそれが今、あ、商社ってそういう風になるの、うん、要は企業に入ってコンサルもします、で出資もします、で一緒に経営もします。もうファミアはもうほぼ100%おー伊藤忠の子会社だし、えー、ローソンも三菱商事だし、えー、もう川下まで自分たちがやりますよ。 優秀だし、えー、やっぱり<ー>だからそうやって変わってきている。で権益を取るっていうのも今までは、うん、要はその輸出入だけをしてたけれども自分たちがやらなくちゃいけない。うん、それは海外にあるのよビリトンとか、うん、BHP とかロイヤルダッチシェルとかっていうふうに要は石油メジャーというふうに言われるところを、うん、日本は商社が、えー、になっている。うん、でサハリン2とかロシアとかの天然ガスとかは。うん 日本政府じゃなくて我々がやってそれを日本にあの輸入しますその権益も我々も今まではトレードしかしてなかったのは他の商社もやりだしたそうなんでまあ昭和40年代から今度はやっぱりエネルギー石油ショック以降ね、うん、やっぱりエネルギー大事だっていうことで、えー、三菱や伊藤忠もあの今言った懐かしい名前出たなでビリトンなんて懐かしい <laughs> 名前出たなと思ったけれどもまああの。 海外のオーストラリアだとかカナダだとかそうそうアメリカの、えーまあ、鉱山の石炭だとか、えー、その他銅だとかアルミだとかそういった鉱山の権益をねあの現地企業と一緒にあの、まあ、何パーセント支出資するんで生産されたものは何パーセント引き取るという権利を持ってだからそ,それは早いうちからやってたから消費や物産は強いわけです、ねはい、エネルギーが高騰するとそれで利益が出るっていうのはそういう構造なんだよね。だからまあ 今言ったらビリトンとかそういうダッシュとか、まあ、メジャーででもそこは専門です。はい、その、やっているわけで、勝者はだからもうそれだけじゃない、うん、で、なんでそれができるかって言ったら、今言ったみたいに、現地にもうずっと根ざしていて、それこそさっきもたくさん言ったの僕も経済界でしかんでいくとアテンドしてもらうわけ。例えばベトナムだったら日照祝いとかね。うん、現地に30年とかいる人はいるんだよ。<ー>でもうそこの政府とはもう、日本政府よりも、 よく知っていいるみたいな<ー>例えば共産国なんか行ったらさ、はい、ねあそんな袖の下を渡さないとだって商売できないもん <laughs> 懐かしいです一時期さ一時期って、うん、いうかさ中国に行ったのね <laughs>、はい、主観と一緒にでまあ当時伊藤忠さんにお世話になったんだけど万里の頂上に行くのに <laughs> あのー、ノンストップなのよ、えー、信号も全然止まんないの、えー、すごくないっすかこれ <laughs> どうしたんですかっていや なんならパトカー先導させましょうかと。えー、いや本当本当要は大臣が乗る車でこれはもうそのいまあいわゆる違い方権みたいなもんで、うん、なんかねあの当時はまだ中国も本当自転車ばっかりであ、うん、ーってこう中国語でなんか喋ってるみんなはどくわけ。えーすごいですね。だって共産党の車だもんほらみんなピッってなって、ね、普段だったら見もしないくせにプわっといて <laughs> 万里の人でまでめっちゃよかった。 商業大ね、うん、その、まあ、いわゆる迎賓館ね、はい、に行って。中華料理、まあ、中国の中華料理さ。な、うんか、やっぱ、っぱ日本風じゃなくてど、うまくないじゃん。うん、そっか、やっぱ、うまいのよ。まあ、迎賓館でもん、だって、それは政府の人たちが行くのよ。で、それも、だから。まあ、ね、現地の。あのー、そういう人たち、人中さん頼んだら、入れるわけです。はあ、で、四川、広東、上海あ<ー>あ、全部、あの、よ。 4大料理がちゃんとあって、はい、どれを選びますかって言われて食うのね、はい、でうまくてでそれ食った後に俺は気分いいなと思って総理に前ほら話伺った時安倍総理にさ伺った時我々ももてなし受けてでも夜はなんかねもっと違うあの艦隊を受けたみたいなこと聞いて「いや俺は受けなかったそれは受けなかった」と思って。<laughs> <laughs> まあね、ベトナムも1990年代あドイモイが始まったいわゆるあの刷新解放が始まった直後から1991年かな、うん、私の親父が行ったのをきっかけにベトナムも面白そうだってんうんであのそれこそ三菱商事の当時物資本部長で今北越コーポレーションの社長をやっている岸本さんと一緒にねあの後半はねでも最初はねやっぱりそのドイモイ始まったばっかりの時って商社が向こうに出てないのよ日商祝い以外は。 ベトナム戦争で最後陥落して以来やっぱりアメリカとの関係で他の総合商社はベトナムには共産国だからあの支店は出してなかったんの,、ねまああのダミーみたいなのは出してたかもしれないけどそういう時に日照祐弥だけはまあ一応別会社子会社作ってその子会社が現地にいて。 でずっとだからベトナムのこと分かるのはもう本当に日祝いだけだったそうそう当時の日照祝いだっためっちゃ強かったで最初のうち日照祝いに案内させてたんだけどまあ総合力で言って日照祝いまあやっぱりね付き合いは長いんだけれども大王製紙もなんでまあ結局途中から三菱商事をパートナーにしようっていうことで三菱商事の当時の部長クラス、まあ、1回その本部長だったあの岸本さんもねあの1回か2回ご一緒したけれども。 まあ結局直接はやらなかったけどね、うん、なんてそういやなベトナム日照祝いっていんで今ああ懐かしいなと思った話なんだけどね <laughs> 日照祝いって六大商社と言われて今は創日になってるんだけどねあ、はい、日,面日面とん一緒になったのか<ー>で創日が、ま、元の日照祝い日照祝いも結構歴史は古くてもともとは鈴木商店から派生してるんで。うん 鈴木商店で多分歴史で出て焼き討ちにあって米騒動を見せ焼き討ちにあった。で鈴木商店は、まあ、結局潰れるんだけど、ええ、まあそこから発生するのよね岩井商店と日商店、うん、それが後の実々日商岩井鈴木商店だけは三菱商事や三菱物産と違って、えー、結局、えー、と独善的にまあ、あのー、経営をして金融とかをやってなかったんだよ<ー>それで。 だから三,三菱商事三菱物産あの昭和強固の時に苦しかったけどもやっぱり多岐にわたってやっていたので鈴木商店だけが潰れてしまってそれが日商とか岩井商店で日商岩井六代商社でもやっぱり5代以上はね生きなかったその中だけでたくましく生きてるのはトヨタ通商だけだったからね金松交渉もなくなっちゃったしね安達産業も金松どこ行っちゃったの金松はなくなくった なくなったって亡くなってどっかに <laughs> な,な,な,なったけどどこになったんだろう,うか金松ってちょっと分からないん、まあま、だろうね、うん、まあ,あのない会社だから言ってもいいけど、まあ、日照祝いもまあ大したことなかったし特に金松はねすごい使いやすかったからうちの味大事にしてたよ要するに甘いからこの、うん、手の上で転がしてね <laughs> い,い,いい条件だから他の商社と取引するときつもりでもねあの金松踊らせて。 いい,い,いあのしたら「金松金松こういう条件出してるよ」って言ってね <laughs> <laughs>、うん、まあ人物見たら中にいる人物見たら大体その会社のね性格分かるあの<ー>高校や大学にあの校風があるのと一緒でね社風があるんでねまあ金松はみんなお人押しばっかだったね<ー> <laughs> お人押しなくなるんだよ山一条件もうひと押しだったもん。 社長があんな泣くぐらいだから野沢さんよく知ってんだよね俺。寂しいね <laughs>、まあ。まあそういうことで言うとまあ私あの今のバッタ出た五大賞者のうち、はい、住友と、うん、えっと三井物産は付き合いがなかったんだけどもええー、まあ三井物産って。 王子や日本が三井グループだから、ね、元をたどればだからどうせいい条件は全部<ー>あのあのいい条件の話は向こうに持っていくしうっかり付き合ってたらこっちの情報がライバルに流れちゃいかんのでああ付き合いはしてなかったか、まあ、住友はもともとあんまり縁がない、まあ、ケースバイケースの,あのなんていうかなケースごとには付き合い あったかもしれないけど例えば相手側が取引の相手側が住所を使ってくれって言われたらまあまあじゃあっていうのはあったかもしれないだ、まあ、その商社金融として使ってたあの昭和30年代から付き合いしてたのが伊藤忠と丸紅、えー、で、まあ、三菱商事とはね後に縁ができてくるあのやっぱり資源関係石炭関係から始まって、えー、ずっとやっぱりやっぱりそのいわゆる会社の。 やっぱり実力が違うなっていうんで私の時に三菱商事との関係すごくあの振っていって結果的に今大王政紙、三菱 UFJ もメインバンクだし、ね、あれはねすったもんだあった中でそうなってるんで、まあ、三菱グループ側から見ても銀行も商事も、まあ、一番大きい、まあ、商事はねあのバランスよくみんなと付き合ってるだろうけども銀行からしたらそのね自分の取引先 ポート不良で静止業界カンパルプ業界っていうと三菱商事しかなくってあんなとこと付き合っててもねあの規模の限界あるから大王静止と付き合いあい熱心にしてくれたんだけどもまあ話を商社に戻すとでいうとやっぱり三菱商事はねそれまでやっぱり私も伊藤忠丸紅兼松日生祝いそのあたりとじゃない付き合うにしても社長クラスあの本部長クラス。 三菱と付き合ってやっぱり人材が違うわと思ったね、うん、やっぱりこれ違う,違う違うやっぱり優秀よ<ー>あのあ学歴で全部測れないけどもやっぱり<ー>あのそのまあ卒業してる大学もやっぱり違うしねやっぱり東大卒多いしねであとまあ紳士よねやっぱりあのスマートなんて頭がスマートね 身のこなしもそうだだけども、えーでまあ、ただし、まあ、2つに分かれるねそういう中でだからあの人間としてもできてるなっていう仕事もできて人間もできてるなっていうのと、うん、ものすごく嫌味なやつ鼻にかけて嫌味なそれがねちょ大体半々ぐらいから三菱重村はね、えーうん、あと丸紅とね伊藤忠元は同婚だけども、はい、かなり社風は変わっててね、えーうん、伊藤忠は今なんかかっこいい就職先みたいになってるけど。うんうん 岡藤さんの前ぐらいまではもう本当に泥い、まあ野伏といえば失はいいけども単純に何だっけ脳筋だったね。<laughs> でマルベニはね、もうちょっとおしゃれなのよ。<ー>例えば俺歴代丸紅はねあの社長もあの人何だっけえー、と浅田さん、うん、浅田さんなのもっと前も,もっと前辻さんの2代前ぐらいから鳥海さん ドリームさんのもう一つ前ぐらいやね。ああ、誰だっけ。劉劉、ね、がついてるがたの決勝だ。なんだっけ。ああ、出てこない。もう最近な、うんか。<laughs> まあその頃は俺はまあ要するに親父があのこの挨拶行ってる時にとか会食の時にまあ俺はまだ役員になったばっかりだから横の方に座ってただけだけ,だけれどもだからレギナを見てて丸紅の方がねむしろあの身のこなしはスマートだったね。えー、うん。言ってみたら電通と白宝堂で言うと白宝堂っぽいのよ。 なんかアイビーなスーツ着てたりだとか <laughs> <laughs> 伊藤忠はもう本当に青山あたりでつる,つるしてるようなスーツ着ていろいろな連中が多かったああのそういった感覚がない企業だったんだけどまあ岡藤さんあのアルマに売って <laughs> 出世したから今は少しおしゃれになったのかもしれないけどね。うん、本本当当なんか社風があって、えー、でも丸は本当に一時期 危なかったよね。うん、株価株十56円までいったからね。あ、ね、?50 円って額面だからね。56円までいって、この間、ま、丸紅にシスご飯食べながら、ええ、あの時買ったけど、それ、ただれば言えますよと。それはね、今ね、あの、900円になってるほら、<laughs> 20倍、30倍になってっから、それは俺だって、お前、そう思ってる五十56円ってだって潰れそうだったやんけって、みたいな。 まだおっとりしてて、すごくいい。俺はもう本当お世話になってるから、丸紅さん好きなんだけど、えー、今言ったも、もたかさんが言ったね、その、五大商社だけにかげって言うと、はい、伊藤忠商事だけ青山で、みんな基本大手町なのよ。はい、三菱商事も三井物産も住友商事も丸紅も。はい、まあちょっと違うけどね、丸紅は竹橋だし、うん、まぁ、菱商は、あの、春美に移っちゃったけど、えーえー、まあそもそも、あの、毎日新聞の向こう側にあったし、なんか、こういう感じで、伊藤忠さんだけ、 まあ、やっぱり近江商人から言って「ノブ氏で我々ちょっと違うぞ」みたいなもう俺は世話になってから絶対言わないけどそれ以上、はい、あのー、本当ににんていうかな社風で言ったらめちゃくちゃ違ってでやっぱりそのまあ住友商事さんには申し訳ない伊藤忠も商事はついてるけど一応伊藤忠兵衛が作ったら藤忠じゃなく商事商事」商事って言ったら「商事ってどこだと思って三菱商事」ってみんな言うからね、うん、商事って言って住友商事って言ったら一人も言わねえからなかわいそうだよね、うん、住友 <laughs> 本当に。<laughs> 三菱イコールあのー住友あの三菱だから<ー>それくらい社風が違って、まあ、そもそもそれとその三菱は、えーまあ、成り立ちから言ってもグループ力が強くてそのグループでやってる<ー>三,三井はとりあえず部門ごとにみんなそ,のそれぞれが独立してるような感じでやったら<ー>だから三井は人の三井と言われるし<ー>三菱は組織の三菱って言われるのね。 スピン商事は石橋を叩いても渡らないというふうに言われるぐらいその不利を負わずっていうふうにもともと上着いた利益はなわけねえじゃなくて道取引かなんかで1900億かなんかでめっちゃ赤字出してたじゃんどんだけも石橋叩いてんだよ壊してんじゃんみたいなまあねで当時 商社不意の時代って言われたから、はい、当時の社長の岡さんに俺聞いたのに商社だめじゃないですかって、うん、いや総合商社っていうのは何でもないんだけど総合力なんだ我々だとこれからまだまだいくよって本当復活したらすごいよね商社はすごい,すごいす、ね、もったおかれたみたいにめっちゃ優秀だけど商事、うん、の人事部長に聞いたことがあるだけど、うん、我々でも取れない人,人材がいるんですとこの人欲しいと思うと、うん、取ってかれるんです、うん、で他のところにどこだと思う 霞ヶ関に行っっちゃうんだってあそ,うなんそれでこ,んこの低ラ落だね逆に <laughs> そんな優秀な目があって今これかよとは思うけど庄司もやっぱりねピカイチだと思うのはね霞ヶ関に行っちゃうんだって。<ー>よかったじゃんそういうの取っといたらダメになってた、ね、<laughs> 間違って木原なんか取ってたらあれは、ね、<laughs> あれはだって。 経産省もいらないっていうのは経産省もいらないです。<laughs> <laughs> 財務省しかいらない、だから財務省なんだよ、あれは。<laughs> まあね、例えばね、まあ鈴木隼人、第二子。隼人<は>、ね、通産省ね、あのツッコまから、あの。時来のね、っね理系行って、理系行って。はい 計算書行って今代議士やってるけれども、まあ隼人なんかはね、多分あのだから通算書が取りたいタイプだよね。えー、<laughs> 真面目すぎんの。あ、そうなんこいつ。もうね、俺この間も言った、もうね、設立しゅう、主意書を作るのにね、めちゃくちゃ時間かかるわけよ。真面目じゃん、あいつ文系行った方があったよ。理系だから、くそいって、<laughs> もう本当いいやつなの。可愛いやつなんだけど、真面目。<laughs> まあいいや,いや、昔は遊んでたで。え、でもねなんか、なんか真面目なのよ。うん もうちょっとまあ遊びを覚えろ覚えろと。あその <laughs> 遊べっていう意味じゃなくて、えー、なんていうの、えー、こう遊びがあった方がいい,いすそういうことハンドルの話がわけわかんないと思っちゃうね。やでもそんなにこうシャっていうかこう違うんだなっていうのはすごく面白いですねなんかねそれって皆さんやっぱりその入ってからそうなるのかそれとも 採用する人がそういうっぽい人を取るんですかね。まあそう相乗効果じゃないでね。取る側だってやっぱりもうすでに社風に馴染んでるから、社風と違うなってやつは多分無意識に無意識にあの取らないし、まあねシニアマわアル若くなるじゃないけどやっぱり中に入ってはそうなるし、最初からね別にそんな三菱商事みたいなみたいなことは多分。 あんまりないと思うけど。私が覚えている人物評価でいうと、うん、そう伊藤忠は私はね米倉さんの時代。米倉さんね。うん、室岡の前ね。ん？室岡の前ね。そう、米倉さんの時にうちの親父に連れられて行ってたね。あのね伊藤忠と丸紅とはえっ、ー、と年に一回会食をするんだけども、うん、年末か年始に、はい、お互いあそう年末にしてたかなというのは年年始はね製紙会社の トップって新聞社もあななきゃいけないから全国のだから年末にしてたと思うんだけれどもお互いまあどっちが上どっちが下っていう関係でもないので今年大王瀬氏がその席を設けたら翌年はその商社側が伊藤千晴がとあ,あとまあどちらかの社長が変わるとあのえこうその変わった側が相手の方に挨拶にだから岡藤さんは私が当時社長だったから。 岡口さん社長になった時にあの今の会長ね向こうが挨拶に来てくれたけど<ー>まあそれで米倉さん、えー、と次が室伏,室伏さん室伏さん,室伏さんいい人だったね優しい人だしね一橋<ー>の柔道部じゃないう確か。 もうねあの本当にちょっっとこれれの噂もあったよねまあそはは俺いや本当に優しい人だしね一緒にねあのあのブラジルのね今王子製紙が買収しちゃったけどセニブラっていうあ<ー>あの日本中の製紙会社があのやっぱりパルプがなくなったら困るっていうんで伊藤忠を入れてこうコンソーシアム組んで出資してたんだけどだから何年かに1回っていうか本当は毎年あ,のあれなんだけれどもあの決算とあと現地視察とかいうので。 行ってたけど、あの室伏さんがあの時ちょうど私まだ社長じゃなかったんだけれども、専務ぐらいだったんだけど親父の家にはまあ私はもうめんどくさい何度も言ったからお前行ってこいって言われて行ったら。ら、うん、ずっとね気使ってくれてねこの若,若造でね、専務でしかない俺なんかにもねいい人だったね。は次はにわさんだよ。にわさん、にわさんはねあの人はね懸念命の強い人でね、うん、ねなんかあのある時そうあの名古屋の加藤さん、加藤科学の加藤さんとか。はいはい えー、あと何だっけ当時の楽の、えー、研の風呂丘さんとかと私、まあ、あの食事会してたんだけどある時なんだっけなその加藤さんから「今代官、えー、山のどこそこっていうイタリアンで丹羽さんと食事をしてるんですけど来ませんか?」って言われて「にあわあさんはまあ仕事でも付き合いあるわけだからああじゃあ行きましょう」って言ったら、まあ、そういった自分から見たら二回りぐらい下の。 若手経営者相手に何か講釈してるんだけど <laughs> ででそれでまあワインとかもね結構うまいイタリアンでね,ねでそれでいって自慢してるのが自分はあのカローラいまあ、未だに10年落ちのカローラ乗ってるだとか <laughs> あれ名古屋の人だから。<laughs> だから自分はケチなんだけど会社の金でねこうやってね俺あんまあまののの人の評価高くないのよね中国にね突っ込みすぎたしねもともと中国強かったけれども逆には民主党政権の時にほらあの中国大使でしょ民主党もクソだけどさクソっていうのはだって中国日本企業の中で最も中国に法人持ってるっていう最も中国にズブズブの会社の元会長とかさ大使にしたったらもう絶対に中国に文句言えないじゃない何があったって。 もう,もう自分は会長辞めてますっつったってお前の出身の,あの会社をいじめてやるっつっていろんなところでやられたらねんなんか中国に対して何にも言えない、まあ、あの人名古屋大の時にあの明大の時にあのほらあの学生運でやってたからね本来はあれいわゆる本当に段階の世代の左寄りなのよ。 うん、でその多分就職が決まって髪を切ってきた時ってやつでさ <laughs> でそれでやっぱりだから民主党に左,左だから民主党にあの親和感あるから大使ものこのこ受けるし中国に突っ込んだんだって共産党政権に対しての嫌悪感がないのようん、うん、そういうのがね話それるけれども、えー、まあ個人の問題じゃなくてあの段階の問題ねだから中国にみんな突っ込んじゃって今困るっていうねうんで何だっけ丹さんの次が誰だっけ小林さんじゃない 小林,映像小林さんだ、うん、小林さんはね、まあ、いい人だったうんまあでもそんなになんか印象に残ってはない、ね、残ってないけどいい人だった、うん、だその辺りはね結局庭さんもああいう人だから結局自分がコントロールしやすい人間を次に持ってきたのは <laughs> 丸めのそうよ丸あ達野さんの思い出した達野さん<ー>でえっ、ー、と次が鳥鳥海さん でその次があ,のあれあのあのほら東電のほら会長の弟だったああそうそう勝松さんあ勝,松さ,ん勝松さんはね口悪いけど俺はあの人は好きだったんだけどもうすごい皮肉屋でねでも言うこと面白いんだけどその次あれやっぱり勝松さんはそれで自分がやっぱりその後も実権握りたいから浅田さんもさっきの,あの小林さんと一緒で特に。 なんての印象に残るタイプではなくて <laughs> <ー>この人バリバリでなんかの仕事ができそうだっていう感じは印象は受けなかったんだよね結局会長が陰性引きたいからどちらも浅田さんも小林さんもって感じだったね。うもう浅田さん以降は私もだから事件であれしたあまりお付き合いないか分かんないんだけどもまあ岡口さんは第一印象がこの人は脂っこい人だなと思ったね。<laughs> うそういううい意味で言うと伊藤氏はなんか それこそ、れこまあ瀬島隆三さんはちょっと違うわけね、うん、瀬島隆三さんがいたり今、うん、こう名前が出ててくるっていう感じ,じゃないかだから組織の三菱とか別に知らないわけじゃないけど、えー、そういうふうになんなくてもきっちりなんかそう、うん、こう人の色ってな伊藤忠さんはもうそこであぶわってそのカラーはすっごい出るな、うん、伊藤忠だけちょっと異質、えー、まあ、僕はすごい親しいから、はい、よあの、いろいろカラーを。 分かるというか嫌いじゃないんだけど他の四つとはまあ非財閥系だしね伊藤忠の場合は。丸るそうね丸紅と伊藤忠はそもそも今持たせてたみたいにあの伊藤忠兵衛さんからこう派生してるんでえなんだけどその三井三菱あの住友は本当にまにグループのね色はすごく出てるさっき言った金曜会って金曜日にあるからあのー。 何をやるんですかあグループ会社の社長が集まって<ー>こうやるのよ<ー>それと三井は二目会って言って第二木曜日にあるから二目会っていうんだけどそう<ー>いうのがあって、あのー、住友は泉泉だから白水会そ白水会泉をば,ばらしてあれなんで泉なの住友ってえっとね もともとの屋号かなんかに泉が入ってたんじゃないかな泉ってあの「日にこの水」っていうねあれを白水どだからあそこの六本木にある泉ガーデンとか泉っていうのは住友のそこにもともと住友家の住友いわゆる当主の住友家の屋敷があったんですそれで泉ガーデンだからまあ和泉って書くけど泉カントリーとかも住友島にある なんですよ本当にいろんなところにこう勝者って、はい、あの関わってるんだなっていう当たり前のことなのかもしれないんですけど改めてこうすごい,なと思います、ね、あとさ新保、えー、さんあとさん、はい、俺さ全部消えたのにもったかさんと俺のこの知識をもっと褒めてよ。よく知ってますねって<笑><笑>いやいやでもそれがこう当たり前のことなのかなってこうなんか私なんかはお二人すごいなって日頃から、ねえー、思ってますから。 ありましたけど改めてそのこれはでもね改めて財閥を今度やろうかみたいなは三菱とこれ住みどしか出てないじゃん他にも一応基本商社系の財閥ってこうなんだけど他には財閥と呼ばれる不扶養グループなんだかんだって基本こう安田財閥とか銀行から派生してるんでこっから派生してるのって三井と三菱ぐらいでちょっと違うんだよね。 じゃ、あちょっと。ぜひのその時に。はい、はい、ぜひ、お願いしたいと思います。住友と、丸紅、まあ、この3年間に、こう、ちょっと赤字を出しているということで。三菱三井、今伊藤忠、は3社順,順調と。まあ、よく、あの、三位以下は厳しいみたいな話を。あの、こ<あ>れに関して、ちょっと違うささ。それは関係ない,ですい。だから、四位以下厳しい、ね、とか。はい、でも、本田さんの意見は、ちょっと、後で聞くけど。その、それぞれが、例えば。 元さんが今言った丸めに丸めに丸にって言ったら昔すげえ紙パルプが強いとか、うんうん、で伊藤忠はもともとだから繊維だから伊藤編が強いとか、まあ、三井はあのー、資源が強い庄司、まあ、はもう小室マリッド全て強いみたいに言ってそれぞれが得意分野を持っていて一番バ、ね、4番バッターが違うのよだから同じものを売っている1位から3位と。 こ、こんだけの世界にま、またがってやっている、その1位から3位って、儲けてるものが全然違うので、伊藤忠のじゃあ利益ね、割合と、三菱商事の利益割合の中のその資源とかを見たら全然違うんで、そういう意味で言ったら、その順位とか関係ないよ。ただ、 さっきも言ったみたいに、えー、やっぱり、その優秀な人材とかいろんなことを考えると、全部が全部生き残れるわけじゃないから、これくらいに修練されたって。<laughs> さっき言ったトヨタ通商は、まあトヨタの専門商社だったから、まあトヨタのやっぱりイズムがあって、いつの間にか最終的には当面まで吸収しちゃって、ゴンと出てて、すっげえトヨタだというふうに思うし、 当日、まあ、も日照祝いと日面が一緒にならないと残れないっていうぐらいで、うん、あとはみんな吸収してるね伊藤忠があたか産業を吸収したとかいろんなところそもそも三井造船だって東洋霊園今の東霊ねだってもともとは三井物産の一部音からこう発生してるんで<ー>そうだそれで思い出した「ってだから日が二つっていうのはそこから来てるだ日照祝いと日面だからか,か,か日面ってナで書いてたからうっかりしてたけどああそういうことかう<ー> 元々だからさっき言ったみた、ねはいなので1位から3位違うって俺は思ってるんだけども、うん、うでいょう。だからそもそも伊藤忠と三菱がそのこう利益率の利益,利益額のトップを争ってたとかね、うん、今年は伊藤忠とかねあの今年は三菱とか言ってるけどあんまり比較の意味がないんだよね。うん、伊藤忠はやっぱり、まあ、もちろんあの資源にも行かなきゃってやってたんだろうけれども、うん、やっぱりどっちかっていうと。うん あのコモディティテ強いよね、うん、それに対してやっぱ三菱商事はいろいろやってるけどやっぱり昔からの資源の、ね、投資の積み重ねあるから資源がいい時はいいし資源がダメな時はダメだしだから4番バッター違うっいうか、うんうん、ちょっとねそう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 かうそ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 がそうそうそそう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 そそううそ 私は鉄鋼私は紙とかって言って、うん、その中でもずっとその道を歩いてきて、だから自分たちの会社が何やってるかわかんないでこの、彼らに聞いてもわかんないで、<ー>少女って何いや、僕らもわかりませんよっていうぐらい、だから、まるべには紙が強かったとか。まあ、今はだからもう滝に渡りすぎて、何が強い、えー、洋上。 発電はやるわ。三菱ね、洋上発電例のあの、秋元のね、あれね、<laughs> 絡んでくるけど。それとか、もう空飛ぶ車はやるわ。<laughs> 何をやるわ。別に割り箸も輸入するわ。ね。<laughs> っていうぐらいやっているからな、ないと困るだろうと思います。そういう意味において。な でその商社で一番優秀な人間をどこに持っていってるかでその会社があのその商社がどの分野を、あのー、重視してるかってねわかるまるでにはほかの物資連中から見たら他の商社から見たらびっくりでだから辰野さんの次の、えー、っと鳥海さ,さんから3代続けて鳥海さん辻さん辻さん勝俣さんってね他の商社から見たら「へカ紙パルプから」 <laughs> 社長がという話になるね三菱だったらどうなの三菱なんかバランスよくなんかいろいろあるよね、うんうん。あれ中原さんと小林さんが争った時って、うん、まあでも中原さん紳士だったけどね中原さん二人争ってでも中原さんがうんでもまああれかなわかんないねまあそれはよく分からんけども。 中には、ね、三菱商事の例えば副社長で終わったけど矢野さんってがらっぱちな感じの人もいたしね<ー>、うん、優秀だったよねなんかやっぱお面白いまあ副社長になる人たちもすごかったなやっぱりあそうなんですね訂正、まあ、じゃないさっきそう言えば三菱さ,さんでも創業者は松田増田隆ね井上薫は、はいはい、その時に一緒に話をして井上薫と増田隆のちに増田どんって言われるんだけど増田どんとその三井の大番頭だった えー、美ノ村さんか、うん、と話をして最初16人の会社を増田隆が作ってるので<ー>まあ井上薫はその,その時に設立に関わったとは言ってるけども、うん、中心人物は増田隆なんてその人が日本の商者の一番最初に「増田どんのどんのって僕,僕らは言うけど会<ー>、まあ、ったことないよ当然明治時代に。はいはい、でだから明治政府と一緒に大きくなってきたのが三井物産なんで。 その政府、まあ政府の請負いというよりもいろんなことやって、その造船参り何もやりって一つ一つ大きくなまあ政省だよね。政省。そうなんですね。JAL の,の時話してみたいに、別に、あ,はい、あの、そこから、あの、あ,あれをしたっていうよりも一緒にこうやって大きくなって日本の。うっていう